ルネームメタルナーさん、アニゲラ同盟軍の皆様、何時固め言えねえ。ケイオンウォーズという名のケイオンフェアの火蓋が切って落とされましたね、うん、例に漏れず自分も参戦したんですが、うん、アクシデントに遭遇しました。もちろん狙うのは今回の目玉商品であるユイグルミ。あったな。ユイの多分、うん、ぬいぐるみだね。大きい等身大の。いやちょっとベターっとしてる顔が潰れまんじゅうみたいになってる。意気揚々と戦場に向かう俺、どうやら敵は2人、うん、そこで突然背後から肩を叩かれました。うんと振り返るとそこは甥っ子かっこ高校生の姿が、うん、な何やってんの、もしかしてケイオンの、マジで焦ったんだけどと心底なんか驚いていましたって、ね、うん、ひどい運命だ。数年に一回会うか会わないかの関係なのでって、甥っ子と。でも甥っ子はそこを軽音で気づくあたりは、まあ甥っ子もそれで来てるんですよ。で狙ってた。ライバルってこと。そういうこと。で、甥っ子と自分を交えた3人で結ぐるみをかけたじゃんけん。でじゃんけんは一撃 KO で甥っ子の手に結ぐるみが渡ったんです。その後欲しがっていた缶バンクとミニケースをおごってやるという実におじらしいことをしてやり、自分はバイクを超高速で飛ばして次の店舗へ。あ、頑張ってんな。次の戦場に行ったんだよ。行ってくるって言って、ケイオンは絆を結ぶな。でも全然会わなかった親戚と突然会うんだぜ。全然会わなかった。びっくり。俺この戦いが終わったらこいつと結婚するんだ。広いフラグじゃないか。ゆいぐるみと結婚するんだ。なんでこったい。長村慶音はなんか見たことある？ないよ。あ、一回見たよ。本当？俺どういう回見たかな。なんかあの、うん、変なコンクリートに囲まれた部屋、あの狭い部屋に、うん、あの連れ込まれるやつとこ見たけど。ちょっと待ってくださいよ。ん？あれ？え、違うアニメじゃない？違う。え、いやあるだろ。コンクリの部屋に連れ込まれコンクリの部屋に、うん、あの楽器持って入ってって、うん、まあ多分演奏するんじゃない？ああ、多分ライブハウスの話です。あ、そう、いいんだ。まあ、コンクリの部屋っていう表現はコンクリの部屋だぞ。防音の部屋でしょ。違うよ、コンクリの部屋だよ。ええー、塗ってたじゃん。ああ、そんな綾波レイの実質みたいな。ああ、そうそう、あんな感じ。かまどのないコンクリートの部屋に、パイプ椅子だけ置いてるところに、うん、あの、女の子たちが連れ込まれてる。なんだかな。それ薄い本の間違いじゃないっすか、ね。お前の見た系は。深夜にオンエアしてる薄い本なんかねえだろ。ドラム叩いてる子が幼馴染だったり、ねえ、あの、新しく入っててギターのかと思ったら自分の妹だったとか、そういう展開でしょ。いや、全然違うよ。俺ちゃんと見てるよ。うん。検温一回見たよ。大丈夫だ。見た。ダウンさんのフィルターをかけるとなんかバイオレスだって。コンクリの部屋な。やばいから。なんでそんなキューブみたいな展開になるんだ。